俺気づいちゃったんだよ。なぜ越せないのかというのを。これを見てくれ。この装備の満腹の良しマイナス4。装備すると満腹度のマックスは 5% アップする。しかしマイナス4でなってるから、めちゃめちゃ減ってるんだよ、これで。20くらい減ってるのかな。これを、今まで諦めてたんだけど、絶対こんなさ、序盤でさ、もうこれを取って装備したらもう、外せないですっていうのはないじゃん、絶対。で、この、道具屋。今までスルーしてたけど、ここにある、この辺の薬を、買うんだよ。買ってください。この辺の薬を買う、絶対、解毒薬みたいなの入ってるんだよ、絶対、この中に。じゃなきゃ、これ120モル。これとか怪しいけど、今いくら持ってんだ。ゼロボール。じゃあ、だったらさ、この辺、あんじゃん。これを、これ53枚でしょ。で、これいらないからもう、こんなも売るんだよ、こんなの。これも売る。で、帰る。で、じじい。たくさん食べて満腹を超えてしまった部分は、経験値になってあんたのガードレバー上げてくれるんだ。60モルで買い取ってくれる。はい。120モルで買う。あと5モル。5モルぐらい負けてくれてもいいじゃん。これいいよな。ちょっと待ってくれ。で、いらないやつ。体力はいるなぁ。足。ちょっと待って、足か。投げた?これいらないじゃん、こんなの。いらねえ。これを売るんだよ。ちょっと待って、もう一回、今すげえこれ言ってたよね。よし。こいつ結構いろんなこと教えてくれる。ちょっと待って、ちゃんと聞こう。体を鍛えるようには、寿命に強いものを取らなくちゃダメだって。それは、解剖仕方、これはいいよ。違う、さっきなんかすげえこと言ってたんだよ。これじゃない。これじゃない。なんかさっきすごいいいこと言ってた気がするんだよな。もういいや。あといくらある ?83 ものもある。これ何?小さな骨。骨はいらんな。こんな薬買っとくか。よし、これも買うぞ、ジジイ。これをくれ。よーし!薬を見つかった。これを、この3つ、これが、攻略へのキーとなる。絶対そうだろ。ちょっとセーブしよう、これで。で、絶対死ぬから、どうせ。ちゃんとセーブをして、セーブをしてさらに、そこで使って中身を確かめるという、異世界転生をする。まずはこの大泥、これを飲んじゃう。いけ、来い。はぁ、あ、続いて黄色。はぁ、あ、最後。おい、親父こいつ、親父殺しに行くぞ。親父を殺しに行く、今から。許さない。いや、もう親父の店はないかもしれない。肩抜きやシステムかもしれない、これは。さっき言うんだよ、こんなの。おかしいだろ、見つかってミスともなんかバグなんて。こいつてめえ、おい。しっか。ちょっと待ってくれ。待ってくれ。まだ検証はまだ続いてる。ランダムかもしれない。これで、ロードしたデータでもう一回使ってみる。これで明らかになるはずだ。頼むぞ。よし。よし、来た。はい、お疲れ様でした。じゃ、全部売ればいいんだよ、あんなの。ふざけんなよ。こんなことあるよ。数少ない薬の中でさ、3つ全部買ったのに3つとも全部さ、マイナス効果が発揮する薬なんで。あるか、こんなマジで。スクエアさんよ。見てるか、おい、スクエアの社員。
誰が作ったんだ。お、変わってる。待てよ、全部捨てる。これ全部で3ついくら売れる。お前のところで買ったんだかな。200円ぐらいしたからな。おい、90もある。まあ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 、113もある。いや、20円なんじゃ怪しい。どれがいいんだ。300円。オレンジは確かに良かったよな、前回買ってね。水色買える、買えないか。ちょっとよし、これと親父、これを買おう。これと赤い薬、これをくれ。よし、あれ何個持ってる。よし、茶色と赤、これはもう、あ、待てよ。ちょっとさ、じっくり準備してっていいか、マジで。これも拾って、これも売ろうぜ。ほんとね、できればマジね、この呪いを解くアイテムが欲しいんで。うわ、散らばってる。マジ、勝たせよ、これ。これを投げる。これいくら売れる ?50 もある。いいね。83もあるから、これいらね、さすがに。銀色は怖い。水色欲しいな。銀色はだからダメだって。水色ちゃう、これだ。オレンジ色は買えない。あれどれ、あれどれがバグってやつだっけ。あ、これ3つか。この3つ並んでるやつか。そら色これ買っとくか。よし、この3つの薬、これが勝負を決める。よし、行こう。セーブはしない。こんなやつはもう相手じゃない。ダイトホルドンミお前、やべやべ、やっぱり一戦目はね、体がなまってるから。ロウさん投げり、ちょっとまた危ない。薬を使うまでもなく死んでしまった。もうね、あの薬全部捨てて、もうボールの肉とパンとこの紫の薬ないか分かんないけど、この3つで買ってセーブしてきました。この3つが勝負を握ると思います。問題、この薬まだ使ってないんだけど、それ何か分からん。うわ、レモン堂とトバルの相性。まあでもね、パンとモールの肉を持ってるからちょっと余裕。ただちょっとな、戦い方がフランカンな。入った入った。今のはマジで、今のマジ入った。落ち着け落ち着け落ち着け。前を取る前を取る。相手が突っ込んでくるから、そこそこ、そう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 。こいつはね、こいつはアウトボクシングなんだよ。こいつはクマの弱点は突っ込んでくるから。アウトでしょ。よっしゃ、20分やって1回目、大丈夫、行こう。今日ダメだ。おっと、今日ダメだ、マジで。もうそんないかに、いけねえぞ、地下に。20分やって1回だからな。いやー、一本道かよ。でもアイテム結構あんだよ、どうしよう。なんか使ってみるか、コケチャーの薬とか。いや、いざとなったらでもな、死ぬんだよな。使おう、これ使う。行くぞ、行くぞ。あれ、マジだ。行くぞ。
給されたタイヤカップ、やったぜ、よーし、きた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 、クマにも食べちゃう、これでガードがなんかこれ全部食べればその分ガードになるっすよな、まあ、やべ、なんかもったいことしたかもしれない、あーこいつ食べたい、こいつこいつこいつはこいつは無理なんです、こいつこいつ、あでもこいつ HP ねえぞ、あピョってる、やべ、こいつちょっと待って、めっちゃ順調、これ見てくれ、透明人間の薬、肉もあるぞ、まずはもう本当に楽なルートを探そう、うん、まあ、ここで死んだらしょうがない、やべえ、やべえ、泣かてる、お前、お前ずるいぞ、壁、俺は宮村完封、やべえ、またか、こっちだな、いやどっちだ、こっちか、頼むぞ、宮村来い、宮村来い、宮村来い、そう、ああ、やだ、鳥はマジやだ、鳥は倒したらわかんねえ、マジで、鳥もこれか、よし、取り倒した、腐った肉かよ、腐ってんのかよ、マジで、いやもういいだろ、一車で2回もバトったんだぞ、もうやだよ、やだよ、いやまだもう一個道があった、こっちまで行ってないぞ、頼むぞ、よし、万全期していこう、マジ今日調子悪いからさ、あんまり来れないよ、地下まで、どこだ、透明人間の薬はまだ使うべきじゃない、ほんといざとなったわけだよ、 こっちか、待ってよ、どっちだ、こっちだな、こっちだな、頼むぞ、ああ終わった、こいつは強い、しかしこのほら、この雪やっぱ俺が有効なんだよ、全員的にこれなんだよ、トバルは、いやーくっ、やばい、助けてくれ、ちょっと待ってくれ、負けたくない、背水の逆転劇を見せられた、ふざけんなよ、マジで、だよこいつ、来たぞ、でね、この最初から持ってきた薬、これね識別なんだよ、なのでこの銀色の薬を識別できるわけだ、薬をもう一個くらい取ったら識別しようと思う、じゃあパン食べよう、あちょっと待って、パン食べよう、よし行こう、この識別の薬をどう使うかで本当に決まるから、もうね、お遊びはいらない。普通にクリアする。明日ね、あの新しいゲーム来るから、うちに。届くんだ、明日。だから、トバルは今日で本当にね、最後にしたいの。このクマダンジョンを越すことが俺のトバルのゴールだから。もうね、全クリしてないじゃんって言われてもいい。俺はこのダンジョンが俺にとっての、本当ラスボス。だって無理だもん。難しいね、このゲーム。変な呪われた装備してるし、やべやべ、もうどこだどこだ、ゴールはこれな、途中でブレイクダンス踊る、うわもうダメだ、もう八方塞がりか、よし行こう、ただね一個だけ、このねこれ見てくれ、行くぞ、このあのクマで有効だったジャンプ飛び切り、これはね全敵に有効だってことがね分かった、チョコボにもシルバーエイプにも有効だから、あんまり敵はもうね怖くない、こんなやつ見てくれ、このねこのね近づいて、ちょっとリンクが狭いぞ、ここ一回ね寝かして、これ恐れを恐れるな恐れるな恐れるな、待って、そう
近づいて、これこれただね、ジャンプがうまくね、反応ダッシュがうまく反応してくれないんだけど、腐ってる肉が、いやこれ本当に有効なんだよ。いや腐っててもいい、食べよう、しょうがない、反復腸が大事、集中してる今すごい本当に。いやーダメか、こいつもこいつもこれ有効。これね、例えばガードされても遠くに飛ぶから隙があんまできないんだよ。ほらまるで子供だよ。こいつはマジ接戦に強いからな。ほらやめて、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 こいつほんと接戦に強いんだよ。あーあー、オッケー、倒したね、おっしゃ、脚力ないし、一回ちょっとどうしよう、肉持ってねえよ。ただもうあいつは倒せるでしょ。ちょっとサキイカを食べさせてくれ。前まであんな子供みたいな扱われてるシルバーリップを倒せるんだよ。当たり目だ、当たり目うまいよね。七味とマヨネーズがあればなおいいんだけど、かこいつも恐れずに、こいつこんな、こいつもともとあんまりすぐ、すぐピヨるし攻撃力強いんだけど、距離取ってやめて、なん、あぶねえ、トリング骨付け事件。あ、なんか全敵さ、あと一発の時に超強くなるんだね。なんかこれ絶対そういうのあるでしょ。よし、30、もう一個食べとこう、もう食べよう。お、骨になった、しかも骨をね、持って投げると結構強いんだよ。なんでだよこれ、また敵かよ一フロアで言い過ぎだろ。うわ、しかもまたこいつだ、えい、ほらほら近づいて、これで倒せるんだよ。寝よう。いいと、なんか違うんだよ。ゴーライン使ってないけど、今日は倒せてる。レモン動国。また。ちょっと待って、まあでもいい。まあいい。こんなやつこれだよ。で、近づいてこれでしょ？こいつもこれで餌食だから。ただ、うまくこれ反転してのダッシュの、タイミングがすごいシビアだから、これ完璧あった、完璧、これ完璧。いやこれね、倒せてる、ちゃんと成長してる完全に。よし、これもう、これも十分でしょ。なんかね、今まではただゴールを探して一喜一憂してたけど、今倒せてる、ちゃんと強くなってる。弱い、こいつ弱いんだよ確か。基本的にでかいやつ弱いから、攻撃当てやすいから倒せてるんだよ。あ、待って、やばい、終わった。あ、でも外せなくなっただけか。なんで飲んじゃったんだろう、あの薬。最悪、しかも。これさ、マイナスのアイテム多すぎないこのゲーム。プラスのアイテムより多いんじゃないか。まあでもね、勝てるから今。呪われてもいいんだよ、別に。外せなくなっただけだから。よし。これマジでいけるわ。最終回止まる。強くなってるもん、俺が。落ち着け。こいつちっちゃい。あーやばい、ちっちゃいやつは。マジムカつく、こいつ。あ、パカッと。やめろ。あー、やめろ。
ただいまのロックが時間42分。絶対行く。で、薬は、これがあれでしょ？識別。で、腐ったに行くと、熊の肉。そして、ピンクの薬。これは何かわかんない。薬は大体2個取ったら識別するのが、トバレの掟です。あと1個、取るまで。取っときましょう。ちょっと待て。トバレの掟、その1。薬は2個取ってから識別。掟その2、ダンジョンではまずは敵のいないマップを探す。どうしても無理な場合はバトルする。宮村！掟その3、宮村が来た時はラッキー。あ、なになになに、うぅ、食われた。やばい、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 立ち直れない。こいつで負けた、立ち直れない。あ、危ない。よし、薬が揃ったぞ。ここで識別する。あれ、これだよな。あ、待って、あ、どっちか分かんなくなっちゃった。え、こっちだよな、頼む。よし、あし、待って、分かったぞ。識別、無敵の薬やった、やった。いや、待てよ、待てよ、これ分かったぞ、このゲーム。これは、ちょっと待ってろ、マジで。わかった。こういう、もう戦わなきゃいけない時、まず無敵の薬を投げるんだよ。投げとくんだよ。で、バトルになった時に、これ多分大丈夫だと思うんだけど、いやー、なんでだよ。やばくなった時に飲もうかっていう話をしようとしたんだけど。はい、録画時間49分。満身創痍の中来ました。アイテムはオレンジの薬と識別の薬、2つしかありません。早く行かないと毒の侵されている。時間がない。こっちだ、こっちか、こっちじゃない、こっちか。なるべく安全なルートを探したい。こっちかな、こっちだ、絶対あるはずだ。あった、安全なルート。こっちはまずい。お、いいぞ、敵の気配がない。こういう時はスラスラいける。どうする、戻るか。もう一個あった。でもお腹も減っている。あんまりね、うかうか知らんない。これはこっちか。よし、いいぞ、いいぞ。こっちはだ、こっちはだ、こっちは、ダメだ、こっちつながったらいいか。しかしまだ一個ルートがある。よし、広がった。こっちはダメだ、まだわかんない。あったぜ、やったぜ。よしよしよし、冷静に。こっちはダメだ、こっちだ。ちょっと待ってくれ、こっちダメか、行くしかないか。どうする、待って、これ、キーアイテムいけんじゃねえし、ふざけんな。行くしかない、でも大丈夫だ。一回落ち着けよ、落ち着けよ、落ち着けよ。ああ、よし、落ち着け。あ、ミスった。落ち着け、落ち着け、落ち着け。ダッシュ、ジャーマンスープ、やめる。ジャーマンスープレックス、マジ強え。録画時間58分39秒、約1時間。完璧な状態で来ました。クマ3体ノーダメージ。肉、腐った肉、クマ肉2つ食べよう。1個食べよう。来てる。これでクリアできなかったらマジできねえわ。ちょっと俺の体も悲鳴を上げてきてます。初頭は廃盤で上がっ終わって、家に着いたのは7時。ご飯食べて、お風呂に入って、やった、実況撮り始めたんだけど、もっと違うことがしたいのに、トバルはやめらんない。もうこんな生活は本当に嫌なんです。こっち食べて、本当に終わらす、本当に終わらす、マジで今日で。
頼むよ、安全な道来い。安全な道は来なかった。しかし大丈夫、今のね、いける。なんでだと、俺クマをゲラン切り。落ち着け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 。あ、もうダメだ。あ、ダメだ。ダメだこれ。ダメだよ。早いもん。こいつ。こいつ強いもん、マジで。こいつマジ強い。プレイ時間1時間2分。ついに1時間超えました。このゲームに1回のプレイ1時間やるのは相当な体力を使います。なんでかっていうと、死んで何も残んないからです。現在プレイ時間は18分。1時間やって18分。やった。やった、やったやった、いけるぞこれ。本当に行く、行くしかないか。で、ここで俺はいつもだったらこれ突っ込むんだけど、今日の俺たちがまず寝る。もうクマを倒すのやだ。そしてあのオープニングを見るのがやだ。そう、さらに俺は一個拾ったこの緑の薬、これをかける。識別を使う。頼むぞ、来い。全回復の薬、まあまあ悪くない。さらにこれ肉を食べていく。頼む、ダメだ、持ち帰られたらもうおしまいだ。よし、まだまだ諦めんな、諦めんなよ、諦めんなよ。それ、おっしゃー、しゃー、よし、ゆっくり寝よう。青チョコボって、マジ鳥を倒したらマジで嬉しい。いつもやられてるから、あいつらには。前回の薬もあるから、いざとなったらこれを使おう。もうバトル中に使おう。 どっちから来たっけ。こっち、こっちじゃないな、こっちかだな。ほんといざとなったら使おう。もう使うための準備もしとこう。いやー、挟まれてる。だからもうこれをちょっと投げとこう。投げて拾っ、ちょっと準備、ちょっと練習させてくれ。嫌だったら拾ってこれで飲む。オッケー。ほんで嫌となったんだけど、これを常にバトルフィールドに置いておく。で、挑む。あと、しかしこれは効く。落ち着け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 。あ、やばい、あ、オッケー、あ、まオッケー、ほら、よしよしよし、もう一回にしろ、マジ一回にしろ、こいつマジ。どっちかやれ、え、こいつマジ。オッケー。いや、しかし作戦が構成した。やったぞ。ああいう戦いもできるようになったんだよ。成長している。なんで出さまれてんだよ敵に。こいつ今怖いんだよ。こいつに飛び切り食らないんだよ。ジャーマやめろ、ジャーマ、ジャーマやめろ言うただろお前。よし、飛び切り来た。あー、やめてくれ。1時間10分来たぞ。今のアイテム、あ、バカバカバカ、いくないくない、止まれ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 。アイテムは草と肉、素材色の薬、色の薬、以上3つだ。行くぞ。終わった。あれあれ、こんな良かったっけ。研ぎ澄まされてる。そして俺絶対成長してる。見てるか矢沢、お前を超える逸材がいたぞ。矢沢も天国で見てるわ。これはこっちだ。よしよしよし、やったぞやったやったやった、来て来て来てるぞ来てるぞ来てるぞ。頼むぞ、マジでマジ頼む。よし、2つとも、2つセーフティーゾーン2つある。
こっちはダメ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 。こっちか。あ、これ行くしかないか。でも俺は骨を持ってるからな。まずは骨を投げる。まずは骨をぶん投げて。よけられた。お前ふざけ、よけんなよ。こいつマジカード硬すぎだろ。ちょっと、キョロトロキョロトロ、キョロトロキョロトロって。骨、骨落ちてる。骨を拾うぞ。骨拾って、骨拾って。骨拾えよ、早く、お前。なんで骨を拾わない。掴まれたらこいつ割れたぞ。よし、骨拾え。倒した。やった。あ、間違えた。間違えた、使っちゃった。しかも寝れなくなっちゃった。何やってんだよマジで。これ使うしかない。ここはこれ識別して、あ違う、落ち着け落ち着け、識別して、これ何、睡眠薬、これいらねえ。あ待てよ、これを相手にぶつければなんかあるんじゃないか。だって睡眠薬だぞ。ちょっと待って、寝たい。ほらほらほら、どうする。あもう来ちゃう、もう来ちゃうのか君。いやなんか脳が、あれやった、はめてる。こんな強そうなやつ倒せちゃうぞ。あ、バレた、バレました。しかし連打が負けない。やった、やった、いけ、やった、いったぞ、いったぞ。ここを乗り切ったのはマジでかい。草肉、草肉ちょっと入れとこう。なんでまた戦わなきゃいけねえんだよ。しかも寝れねえし、そんなのある、積んだじゃん。よし、食らった。ああ。これこいつマジこれ食らわないんだよな。おっしゃ、やった、これ識別やったぜ。またかよ、またかよ、寝させてくれよ。なんで寝れねえんだよ、もういつまで寝れねえんだよ。ダメじゃん、こんなの倒せねえよ。アイテムのさ、効果がこのゲームきつすぎるって。あ、もうダメだ、こっち強えわ。あー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 あ、終わった、ジャーマンね。よし、まだまだいける。よっしゃ、落ち着け落ち着け、ゆっくり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 に、カウンターでカウンターで、カウンター一、カウンター一戦、勝てる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 、よし勝った勝ったぞ。灰色の薬識別しよう、頼むよ。体力アップ、これは使おう。よし、ちょっとだけでも回復したぞ。あ、やった、これは運も味方してる。あー、勝負は免れないか。寝れる、やったぞ、寝れるぞ。あ、分かった、これ薬の上で薬飲むと前の薬が多分消されるんだ。そう、これ肉、あでも腐った肉、いやでも食うしかないな、これちょっとしょうがない、満身創痍だけど行くしかない。ここはこいつも肉よけば勝てる。ダメ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 、あーもうダメだ、ダメ、毒はマジ焦っちゃった、毒ね。1時間16分ノーダメできてる今のところ。これマジで最後にするわ、これで勝てなかったらもうしょうがない、もう今日は無理、ほんと今日はほんと越したかったけど、ほんと最後にする、そんぐらいの気持ちである。ほんとにこれはそのためにはまずはもうほんとにセーフティーを、セーフティーな道を行くわ。もうその動画の撮れ高とかほんと関係ない、面白いシーンとかも作らないもん。安全にほんと慎重に行く。しょうがない、行くしかない、大丈夫、取りやめ取りやめ。あ、こいつか、こいつはでもこれでいけるんだよ、こいつ意外と これがね、これが通用する相手はね、いけるんだよね。サルキスサロとかゴリラとか、これが通用しない、ちっちゃい相手が一番怖い。よしよし、完封、やった。よし、薬識別するか、これはした方がいいな。いや、もう一個、
もう一個待つか。これ食べよう。もう一個待とう。なんかちょっと余裕あるわ。いや今日の俺余裕ある。これ今回の俺マジ余裕ある。こんなに余裕を持って飛ばれてるの初めてだよ。こっちだよな。余裕あるね。さあどっち行くか。こっちかな。なんとなく取り組んだ。あ、やったやった。こいつだ。クマの足も何百体で倒してきた。もう完全にこれ蹴りからされたら、これでいいから大丈夫。全然大丈夫。やった。しかもクマの肉マジでかい。ちょっと寝よう。回復しくをマジでこれでいくわ。最後だから。やったぜ。しかもの40本当は満腹値増えんだけど、いっぱいになった分はガードの経験値でも振ってるから、今俺ガードもやっぶと慎重に行けよマジで。うわーダメだ。こっちもブレイクダンス。まだあんだろ道は。こっち、あ、こっちこっちこっち、こっちからのブレイクダンス。こっちダメ、こっちもダメ。ダメだ。待てよ。薬はもう一個欲しいな。もう一個識別するにはもう一個だよな。もう一個だよな。よし、こっち行くぞ。ちょっとお前向き悪い、向き悪い。こっち行くぞ。誰だ。やった、やったぞ。こいつ弱い。一番弱いこいつは。完封いける。でも行き止まりっぽい。よし、完封いったー。ぶんな、バカ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 、ぶんな。あー、アイテム防御の石ちょっともういらないわ。俺こっちの薬が欲しい。よし識別するぞ。どうだ下剤。何下剤って。全回復の薬。やった。下剤ちょっとこれ敵に食らわそう。これを満腹度が30減った。ベアのやべえ、こんなん使ってる場合じゃなかった。あんな。ビアのマップではどうでもいいんだよ。よしよしよし。やった。ちょっとまあお前さ、行き過ぎなんだよ、毎回毎回。肉を持って寝よう。来てるぞ来てるぞ、マジで。敵分もかなり。食べよう。よし、5、また。ガードに振った。うわー、しかも一周してきただけじゃん、ここ。じゃあどっちだ？いや右だなこれ絶対。こっちだな。いやてこいつだ、マジでマジで。どうしようもないじゃん、俺今めっちゃ連打してるぞお前。あ、どうしようもない。オッケー。よっしゃ。こいつ防御マジ弱えんだ。やったー、どうすか。いや、マジ終わったと思った。あららら、こいつコーナーに挟まれたらマジどんだけ連打しても無理なんだよ。今それを買いかぶった。でも、個性と言われてる、神様に。しかも骨持ってる。こっちだ。こちらの、なんでだよ、またなんで。こっちは？こっちは来てんわ。こっち行き止まり？さっきんだよ。まず骨当てる、骨当てる。あーっと、こいつはいける。やべ。骨当てる場合じゃなかった。あぶんな。落ち着け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 。いつもの動きできなくなってきて今クルークするよし。体力にし一回寝よう。これでいいんだよ。もうじっくりいこう。さあゴール来い、ゴール来い、ゴール来い、ゴール来い。広くないかこのマップ。全然当てる引いてない。かなり運が悪い。マジかよ、こんなのある。アイテムどう今。あ、でも全然全然アイテムあんなよ。なんかいらねえやつはないか。黒い薬がなんか鍵を握りそう。防御主プラス2、これ待ってよ。防御主プラス、あ、ちょっと寝ない寝ない。防御主プラス2はつけたい。ちょっと足は体力ねえし。でもつけらんねえな。いやシビアだな。ちょっと
なんか呪われてるかもしれないしな。やるくんにしはちょっと守備やめとこう。じゃあどっちだ、こっちか。こいつを、よし、こいついくか。よりよりによってこいつか。カード。怖そうかな、このゲーム。